皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の高子録は、普通であることに価値はないということについてお伝えしていきたいと思います。ちょっとなかなか攻めたタイトルにしてしまったんですけど、ちょっとねインパクトが強めのタイトルにさせていただきました。私自身の肩書きをですね、非常識っていうことを肩書きにして動いているんですけれども、非常識っていうのは否定の方のね、ならず非常階段の非常の方じゃなくて、飛ぶっていう字を使って非常識っていうふうに言ってるんですけれども、昔からですね、割と自分自身がね、ちなみに動物占い狼なんですけど、私人と同じことをしない、変わったことをするのが好き、変わってる人だと言われると褒め言葉として喜ぶみたいな、そういう性質があるらしいですね、狼って。で、実際嬉しいんですよ。だって人と同じだと面白くなくないですか？個性ってことから考えると、だから逆になんか流行りのものをあまりベタベタに流行りすぎる形で、洋服とかね、ファッションも取り入れるっていうのは嫌で、やっぱりみんながあんまり着てないような、ないしはみんなが着るのが難しそうなやつとかを喜んで着るようなタイプだったんで、全然みんなと一緒の方が嬉しいっていう人もいるのかもしれないけれども、一緒じゃない方が嬉しいタイプだったんですよね。で、そうすると会社員っていう状態においては、結構いろいろと面倒なことも起こるんですよ。みんなと一緒の規律は守りつつ、でも本当はこういう方がいいのにとかいうのをね、意見を言うとですね、やっぱ調和が乱れるってことになってしまうので、会社員とかだとどちらかっていうとこう駒としてね、働いてほしいっていうのが上の動きになりますからね。そういう組織体系のところで働くと、ちょっと窮屈になっちゃうんですよ。普通でなきゃいけないから。なので普通じゃないことを望むようなタイプはそれこそ独立自営とかは向いてると思います。要は世の中にないものを生むとか、世の中にまだないもので価値があるものを、人が何と言おうとも作って前に進んでいくっていうことがね、できるっていう感じになっていきますからね。だから起業家としての資質として、特に全くないものを作っていくっていうゼロイチにするためのマインドとしては、人と同じであるとむしろ遅いっていう感じなんですよね。まだ人が見つけてないけど、これは絶対必要とされるっていうのを先に見つけて、それを世の中にね、発信していくっていうことになるので、普通じゃない方がいいんですよ。実際にそうやってね動いてきてますのでね、私それでうまくいってるっていうのもあるので、だから普通であることに価値はないって、ちょっと強めの言葉で言っちゃったんですけども、ナンバーワンである必要はなくて、オンリーワンであればいいっていう、唯一の状態であればいいっていうのが、まさに普通じゃないっていうことになりますので、独立自営でビジネスを回していく部分においては、みんながそうだからっていう流されるような感覚じゃない方がむしろうまくいきます。これは教室業の場合でも全くそんな雰囲気です。みんなと同じことを仮にやっていたら、それを選んで習いたい人っていうのは比較しようがないじゃないですかね。だから普通であるっていうことにはあまりそういった意味では価値がないと思っているので、オンリーワンでいるという自分をどう作るかっていう観点から、普通じゃないっていうことはどういうことなのかっていうのを考えてみてもらうといいかなっていうふうに思いまして、本日はそんな話をしてみました。それでは。